嘘は嘘であるとか、見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いたときに、不快感を覚えた自分に驚いた、あですか写像って。とつことやめてもらっていいですか。それ明らかにゃなって、あなたの感想ですよね。<う>なんかそういうデータあるんですかあそれはでもそういうふうにしか理解ができない知能の問題バーあ、ごめんなさい。<laughs> <laughs> 数学とか物理とか大人になったらほとんどの人が使わないのに勉強するのはどうしてですかえっと、数学とか物理とかは、あの、稼いでる人は使います。えっと、稼いでない頭の悪い人が使わないだけです。えー、っと、収入の高い仕事で数学使わないってほぼないですよ。あの、必ず数字は入るので、 で、その、ま、数学っていう数学じゃないんですけど、そうなんかじゃあ、1700円のチケットで1800人の会場を埋めたら、だいたいいくらぐらいかっていうので、そのなんか 2000×2000 で400万みたいなのが、ざっくりスルッと出るかどうかみたいなのって、そのもう一瞬の話でみんな流すんですよ。それぐらい計算できるのが当たり前だよね、みたいな。っていうんですけど、そこで算数できない子って、え例えば1桁間違ったりするんですよね。えっと、4000万かなみたいな。 っていうので止まっちゃうんで、なので、あの、数学的なセンスって超重要なんですよ。で、まあ、あの、則演算で十分なんですけど、四則演算が早いっていう。で、その、物理って別にその物理法則を知ってる必要はなくて、その、物事ってこういう仕組みで動くよねっていう仕組みを説明された時にすぐに理解できるかどうかっていうので、 例えばじゃあその今スマホでこういうアプリがあります。このアプリはこういうことができます。で、QR コードで読み込んでサーバーにデータを送って、そのデータによっても戻ってきたものをアプリで表示しますって言われた時に、その物理法則がこうだからこういうふうに動くんだなって理,理解できる人と、え、QR コードって何ポカンみたいなところで止まっちゃう人っていうので、そのそもそも仕事ができなかったりするんですよ。例えば QR コードをポスターに貼りました。で、子供が落書きをしました。 で、その落書きで QR コード読めるんだったら、あ別にいいじゃん。でも、落書きしてもなぜ読めるのか、どこまで落書きしたら読めなくなるのかっていうのは、調べないとわからないんですけど、調べ方も分かんなかったりするんですよ。その 要は QR コードっていうのは実はエラーが含まれるの前提になってるので、そのある程度が読めなくても全あのちゃんとした結果が取れるようになってるんですけど、全体の何割が埋まったらエラーで読めなくなる。でじゃあエラーが多い場所であれば、そのエラー訂正が多い形の QR コードを作るとかって実は細かい設定があるんですけど、っていうのもその物事の仕組みを知って理解をするっていうのができてないと、QR コードを貼り付けるときもどのレベルの QR コードをつけなきゃいけないみたいなのも知らなかったりするんですよ。 なんか知んないけどデータがなるんでしょみたいな。でも QR コード実はいろんな種類もあるしで QR コードで絵が描いてあるやつとかあるじゃないですか。であれも実は元の QR コードのエラーが許容されるから多少塗りつぶしても読めてしまうっていうのがあって絵にしてしまうみたいなのができるっていうのもあったりするんですけどっていう感じでその物事の仕組みっていうのを理解する上で物理が理解できるっていうのは割と重要なんじゃないかなと思いますけど。あの最近亡くなられた方えっ、ー、とですねあの ついでなんで今日のタイトル解消しますけどその「種を植える人が理解できない人々」的なタイトルにしたんですけどあの最近その小泉進次郎環境大臣があのプラスチックのスプーンだったりを有料化するっていうのを、まあ、あのこう発表してあのだいぶバッシング受けてるんですよね。 要はそのコンビニとかでプラスチックのスプーンとかいちいちそのなんか必要ですかとか聞くのはコンビニの店員さんがめんどくさいとかじゃあそのプラスチックのスプーンとかを作ってる工場の人たちっていうのがまああの仕事なくなっちゃうよねとかでそもそも論プラスチックのスプーンっていうかまああのそのスプーンなんか持ち歩いたりしねえよっていう話があるんですけど でこれが、じゃあ、だからめんどくさいからやらない方がいいよねっていうのが、今現在の考え方の人たちなんですよ。要は、今現在、じゃあ、すべて無料になってるスプーンにお金払うの嫌だよねって、それはそうですよと。 で、そのじゃあ、あのスプーンを作ってる人たちの工場の仕事もなくなる。それは良くないよね。それはそうですよと。ただ、じゃあなんでスプーンをなくさなきゃいけないのか。なんでじゃあプラスチックゴミを減らさなきゃいけないのかっていうところに考えると、実は、じゃあ地球環境においてプラスチックスプーンを減らす必要性は全くないのであるっていう主張するならいいんですけど、で、その、 あのまあ海洋にプラスチックがいっぱい流れている問題とかってだいたい中国とかベトナムとか東南アジアの人たちがガン,のガンガンビニール袋とか流してるので実は日本がそこまで頑張る必要ないよねっていうのは現時点ではそうなんですよ。であの今 CO2 二酸化炭素って出さない方がいいよねっていうのがあって。 で、その京都議定書とか一応日本も批准してるんですけど、ヨーロッパの方って CO2 をいっぱい出してる国はペナルティーとしてお金を払って CO2 をあまり出してない国から CO2 を排出する権利を買うっていうので、もうお金が動いてるんですよ。要はその CO2 を減らさなきゃいけない、みんなで頑張りましょうって言っても、別にあの目標だけだとみんな頑張れないのでペナルティーをつけたんですよ。 その、この国は CO2 はここまで出していいです。ただ、それ以上出すんだったら、出していい量というのを他の国から買ってください。で、そうすると、CO2 を排出を減らした国は、そこの余った分を他の国に売るっていうことで、お金がもらえるんですよ。っていう、そのお金のメリットっていうのを出すことで、e、EU 内で CO2 を全体の排出を減らそうっていうのをやってるんですよ。で、その CO2 の排出権取引って、中国も参加するって言い出し始めてるんですよ。 でまあ、あの彼らはどうせ嘘つくしあのじゃあほんと CO2 減りましたって言って全然減ってないじゃんみたいになるとは思うんですけどとはいえ表向きそういう形で CO2 を減らそうっていうのは世界中で進んでるんですよね。でそうすると日本のじゃあプラスチックなんか別に燃やせばいいじゃん。 っていうのはじゃあその分 CO2 発生するよねっていうのがあってで多分そのヨーロッパの CO2 排出権取引の話とか中国の話が積んでくると要は中国とかヨーロッパっていうのはそういう仕組みっていうのを世界中に作ることで先に立ってお金儲けられるようになるんですよ要は先にその CO2 が少ない社会っていうのをやっといてでもしそれが守れないんだったらじゃあペナルティーとしてその関税上げるよみたいなのを合意として作れちゃったりするんですよね。 なので CO2 をガンガン垂れ流すんだったら日本の輸出入に関してはペナルティーとして関税かけますってなっちゃったりするのでそれは嫌だからじゃあうちも CO2 排出権の取引に参加するわっていうのを時間の問題でやらざるを得なくなるんですよ。 要はその電気自動車がなんでヨーロッパで流行ってるか問題とかって別にそのガソリンでも困りはしないじゃないですか。でも電気自動車の方がエコだよね。じゃあ電気自動車にしようねっていう形でその社会の仕組みっていうのをヨーロッパが作っててで日本は残念ながらその政治的な影響力と発言権は国際的にはもうだんだん薄れてきてるのでもう言われたら従うしかないんですよ。 なので CO2 なるべく減らさなきゃいけないよねっていうのとじゃあその CO2 排出権問題っていうのがそうなりますよねと。で今度次に来るのがそのあのスターバックスとか日本でもそうだと思うんですけどストローをつけなくなったんですよね。 で、その、あの、スターバックスとか行くと、あの、ストローがプラスチックじゃなくて、紙製のストローになったりとかで、で、あの、フランスだと、あの、マックドナルドとかでも、その、マックシェイクとかで、紙のストローとかがついてきて、超飲みづらいんですけど、っていう感じで、その、プラスチックを使うのを減らそう、ペットボトルを減らそうっていう運動が、今割とやられてるんですよ、その、そういうのを気にしてる系の国では。で、多分、時間の問題で、 プラスチックの排出量を減らすためにはどうすればいいかって話になって、じゃあプラスチックをいっぱい捨ててる国はペナルティを課そうっていう同じ論理が成立すると思うんですよ。っていう風になるので、じゃあ現時点からプラスチックゴミっていうのがない社会にしといた方が長期的に得だよねっていうのを考えると、小泉進次郎環境大臣がやったプラスチックゴミを有料化することで減らすっていうのは未来においては正しい行為なんですよ。 なので、その未来の日本とか未来の子どもたちとか、まあ、そもそもあの地球環境、そのなんかあのまあ海にプラスチックガンガン捨てるのいいよねって人はいるんだけどそのなんかあの海の生き物とかがまああの50年後とか見してた方がいいのでゴミ減らしたほがいういなと思うのであれば小泉次郎さんんがやったここととは正しいことなんですよ。ただ、現段階の日本人はそれが理解できないので小泉環境大臣をバッシングする方向になっちゃってるんですよね。 その有料化するのは良くないよねっていうので。で、それが僕はその、要はあの未来のために種を植えてる人に対して、それをなんか文句言っちゃってる人たちのように見えるんですよ。で、その、仮に、じゃあその、プラスチックのスプーンに有料化するのが良くなかった。他にもいい方法があるかもしれませんと。 例えばその CO2 を全く排出しなくてプラスチックを突然消せる技術だったりとかそのプラスチックをそのあの完全に土に戻せるような技術とかができる可能性もありますよ。なので別にそれやらなくてもよかったよねって将来になるかもしれないんですけど要はその未来のために今のペナルティを受けるっていうのを小泉進次郎さん選んだんですよ。要はその今の人たちにとってはスプーン有料化したら損するじゃんとかで要は。 そそのの敵を作るだけなんですよねそのプラスチック産業の人だったりとかコンビニの店員さんが面倒くせえみたいな。なのでただ未来のために現段階のバッシングを受けるっていうのを選択した人っていうのは僕は基本応援すするべきだと思うんですよ要はそうしないとその今の段階でファンが増えることしかやらなくなっちゃうのでそれの結果っていうのが今の日本の少子化問題だと思うんですよね。 その要は子供って増えた方がいいよね、子供に教育費用を払ってその優秀な子供をいっぱい作った方がいいよねってなるんですけどまあ残念ながらその今日たまたま「ニューズウィーク」の記事で見たんですけどその73カ国の中でその科学や数学だったり PC だったりのスキルっていうのが割とその73カ国の中では最下位に近いポジションに今、日本がいて結局、教育に対する費用って他の国に比べると日本って割合低いんですよ。 で要はその教育にお金使うぐらいだったら今の高齢者にお金ばらまいた方がいいよねっていう今の人たちのファンに対してその今の政治っていうのはその今生きてる人たちに評価されるようなことばっかりやっちゃうので未来に対して種をまくっていうことにお金使わなくなっちゃってるんですよねで少子化問題っていうのも40年ぐらい少子化になるよって言われてて今もずっと少子化進んでて日本人ガンがン減ってるんですけどでもそれ解決するかっていうとしないじゃないですかでは未来に対して投資をする人っていうのを評価しないっていうのがあるので長いよすいません というわけで、あの、合ってる間違ったら別にして、その、今の人たちが文句を言うけども、将来のために手を打つ政治家っていうのは、とりあえず褒めておいた方がいいんじゃないかなと思って、あの、良い仕事をしたっていうのをツイッターで書きましたっていうね。はい、すみません、長い話でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。Whose fault? It's our fault or your fault?Whose fault?Okay, fault? okay.Choose.Whose f a u l t い、no. ね、や、ってないで今、つらいですよね。どこ帰るんですか、うん